ミドルに落とした経緯ですか。外国の方たちが大きいんで下げなきゃなっていう時期が今だったっていう、まあそれだけですね。刺激はやっぱりありますね。やられて悔しかったりとか、でもまあ一つ目標にはなるし、それが指標になったりとか、目指すべきところがあるんで、そこに向かって頑張らなきゃいけないし、今回もそうしたら絶対にこけれない試合なんで。次選んでもらえるように試合をできればいいかなと思いますね。いろんなとこ仕掛けて勝負して、いい内容、いい結果になればと思います。無敗ではあるけども、穴は必ずあると思うんで、そこがつければなって感じですかね、はい。まあ、一人一人にこう自分の試合がこう心に残るような試合ができたらなって感じですね、はい。自分の試合はこうだっていうふうに見てもらってる人もいると思うんで、そういう期待に応えられるように親父がまあ頑張ってるっていうのを見て、同じ年齢もやっぱり年下の人も結構きついことばっかりいうのが人生多いと思うんですけど、でもそれでもなんかちょっと光でも見れれば幸いかなって感じですかね、はい。まあ、自分が逆にチャレンジャーみたいな感じで、簡単に勝てる相手じゃないんで、まあ泥臭くても最後まで勝ちにこだわるような、ただ勝てばいいっていうよりは何か残せるような爪痕を残すような戦いができたらなって感じです。格とかキャリアとかそんなに意識しないで今戦うわけですからね。昔がどうとか考えずにぶつかっていこうかなっていう、進む道邪魔するんだったら全員どかさなきゃいけないんで、いつも通りのいい結果が出ればいいかな、それだけですね。